ここからモバイルフレンドリーに対応した、最適なモバイルサイトというお話をさせていただきます。でそもそもモバイルフレンドリーとは何かということなんですけども、スマートフォン向けにモバイル向けのサイトを用意することなんですね。HTML で両方見られるような、書き方を専門家の方はされるそうなんですが、検索の結果に例えば今見ていただくと皆さんもご覧になっていると思うんですけど、ここにスマホ対応っていう文字が入ります。スマホ対応になっているものですね。で、上位表示の要素になっているので、対応になってないものは、上位要素っていうことが、検索順位が下がるということですね。もう実際も、私のクライアントさんでも対応してないところは検索結果が上位に出てきてないんです。で特にこれスマホで検索するときにはもうスマホ対応、これ私の、クライアントさんで、これ1、2、3ってずっと全部、検索するとスマホ対応になっているので上位に出ます。この、ほとんど企業がやってないホームページ、SNS のトータルチューニングっていうのを今の機会に、やられたらどうですかっていうのが私の今日のメインのご提案で、メインのお話の内容です。なぜトータルチューニングが必要かっていうことですね。世の中多くの、残念な現状をお伝えしますけども、チューニングって多分今日たまたま男性の方ばっかりなので分かりやすいと思うんですけども、まあ車もですね、レースに出るときは レーシングカーみたいな形であれチューニングするってよく言うじゃないですか。まあエンジンをゴアアップしてじゃあ足回りもって言ってたときにトータルにチューニングしていかないと速い車作れないのと全く同じで、ウェブもですね、良い成果を出すとか、売上を上げるってやっぱりチューニングが必要だと思うんですね。それチューニングは今まではホームページしかなかったんで、ホームページの SEO 対策とかホームページのリスティングの話ばっかりしてたんですけど、今は SNS もあるし何もあるし彼もあるしっていうことで皆さん手間ばっかりやってて全然成果上がってないんですね。だからチューニングが必要だということですね。で多くの余裕のある会社はですね、サイト管理を業者に任せっぱなしです。大体3年縛りなので3年間まあ3万とか5万とかですね、月額管理費を払ってですね、払いっぱなしで何やってくれてるのかちっとも分かんないで、私がいつも困るのは、じゃあサイト管理移しましょうかっていうとき、いや、菅さん、3年縛りで移せないよみたいな話が今多いです。今、まさにその、モバイルエントリーで業者変えましょうって話すとき、変えられないんですよ、なかなか。でも、ツールですよね。ウェブサイトがあって、内部ブログがあって、ランディングページがあって、昔は SEO 対策して、メールマガ書いてブログみたいな形やってたじゃないですか。で2年ぐらい前から、まあ、僕もう1年前からスマホ対応のウェブサイト必要ですよって言ったんですけど、で、ソーシャルメディアですね、Facebook、Twitter、LINE、まあ、どれしようか、あと去年は YouTube。でも大事なのは、トータルのチューニングです。個々のものをいくらやったって、チューニングできてなかったら、成果上がらないんです。実際上がってないんです。で、主なポイントだけでも、チューニングの目的戦略があって、サイト名、説明キーワード、この2番目は旧来の SEO とか